さあ始まりましたワンキャリーオンライン豪雪、進行を務めます早川真希です。この番組は業界や職種など様々な切り口から企業を比較し、その特徴や魅力について理解を深めていく、そんな番組となっています。それでは今回ご出演いただく企業の皆さんです。皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではですね、早速本題に入っていきましょう。まずは各社会社説明をお願いいたします。でははじめにアスパークの渥美さんからお願いいたします。では改めまして、株式会社アスパークの会社説明会開始させていただきたいと思います。私たちですね、設立当初からの思いとしましては、新しい価値を創造したい、そんな思いから会社は運用させていただいております。もともとですね、創業は2005年の10月となりまして、今年で無事20期を迎えた会社になります。従業員数は現在4000名規模を超えましたので、まだまだ成長をしていきたいな、そんな思いのある会社です。おかげさまでですね、拠点につきましても国内のみならず海外も進出中で、まだまだ、展開は予定しております。そのため最終的には47都道府県全制覇というところを目標に今動いているような段階です。で、結果としまして売上につきましても3月末決算というところでですね、300億近くというところ、グループ全体でも売上高、今ですね着地点となっております。まあ、グループ全体としましては今12社ほどアスパークホールディングスグループで運営をしておりまして、そちら出資のもと私たちアスパークもですね取り組ませていただいております。では改めましてアスパークのメイン事業についてお話をしていきたいと思います。私たち行っている事業としましては、人材コンサルティング事業というものを行っているような会社です。当初の、設立からの目的としては、自分たちで新しい価値を創造したい、そんな思いで取り組みはしているんですけど、ものづくりをしたいなとか新しい展開をしたいなという時に、エンジニアさんのスキルだったり環境が足りないというところに気づいたんですよね。であればまずは派遣事業を活用しながら能力を伸ばしていったり、最終的にできる方々社内で集約して何かものづくりをしていくべきなのではというところから、今人材コンサルティング事業というものをやらせていただいてます。なのでターゲットはまずメーカーさんとですね、一緒に製品開発をしていこうというところに、ところを行わせていただいてます。そのためクライアントさんが開発を行うときに、こんな人が欲しいっていうような課題点があると思うんですけど、基本的にそこに人材を提案してますっていう会社だと思ってください。で、皆さん人材系で言うと、そこに対してぴったり合った人を提案しますっていうところが正当解なんじゃないかなっていうところを想像される方多いと思うんですよね。ただ私たちはそれはちょっと違うんじゃないかなって思ってます。自社のエンジニアさんたちの成長を妨げてしまったり、単なる御用聞きになってしまうのではないかっていうところが懸念点として挙げられるんですよね。なのでやっていただきたいのは、80% の人が欲しいなとか 100% の人が欲しいなっていう課題感に対して、ちょっとですね、ずれた提案にはなってしまうんですけど、50% であったり 60% っていうような課題感を見つけながらですね、補っていくっていうようなコンサルティングをしていただきたいなと思ってます。企業さんとしては実際のところミッションは製品開発の成功を収めることなので、完璧にできる人を送り出される、それだけがミッションじゃないと思うんですよね。そしたら10年20年続けるようなプロジェクトは、そこに見合った性格の人材を送り出すべきだと思いますし、予算感であったりいろんな課題感があるので、皆さんにそこを探っていただくような業務やっていただきたいです。あとはエンジニアさんたちはうちの正社員のメンバーになるので、そこに入って、伸びしろっていうところを一緒に作ってあげたり、次どんなことをやっていきたいかっていうところをですね、一緒に考えながらキャリア形成をしてあげてほしいなって思ってます。そこで成長した方々今たくさん出ているので、多岐にわたった事業展開もさせていただいております。ちょっと新しい挑戦なんですけど、世界一速い車を作ろうっていう企画も今ですね行っております。100キロ出し切るのに何秒で行けるかっていうところに挑戦中でして、こちらにつきましては2つの記録、世界一樹立をさせていただいております。もうギネスも更新したんですけど、100キロ出し切るのに 1.72 秒に到達したり、あとは今年ですね、最高速度438キロっていうところにも到達しました。こちらアウルっていう製品なので、ぜひ皆さん覚えてください。あとは新しい事業体として、皆さん就活っていうところで今回この説明も聞いていただいていると思うんですけど、相性がいい企業さんを見つけることができるようなログナビっていうアプリもですね制作させていただいております。こういった形で挑戦できる環境っていうところは、いろんな事業の派生であったりキャリアっていうところにもあるので、ちょっと社員の例も挙げさせていただきます。今ですねグループ会社運営中っていうところもあるので、そこのトップになれるチャンスっていうところもあるんですよね。まだまだいろんな会社立ち上げていきたいなっていうところはあるので、入社3年目の社員がですね執行役員に選ばれたりなんかもしております。あとは海外に行ってみたいなっていう思いの
子もいたので、2年目に先ほどの R&D 事業部、電気自動車を作る事業体に移って今イタリアで活躍していただいたりもしております。あとはログナビ事業ということで就活アプリやってますっていう話もしたんですけど、こちら2018卒新卒の子がですね、会社にこんな事業やってみませんかって実は直談判してできた事業体になります。なので自分たちでこんなアイデアをもっと具現化したいっていうような方々もですね、アスパークの環境を活用するとどんどん、事業展開したりとか成長も感じていただけるかなと思います。そのためアスパークの挑戦まだまだやっていきたいなと思うので、ぜひ気になる方ですね、説明会などお越しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続きまして、 ME グループさん、会社説明をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では ME グループ紹介させていただきます。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私、新卒入社4年目の畑田拓也と申します。私は1年目から採用担当として、学生の皆様が 100%、120% で就職活動に挑戦できるようサポートしております。本日はよろしくお願いします。次に ME グループについてご紹介をさせていただきます。ME グループは、不動産仲介営業を中心としたグループ会社になっておりまして、さまざまな、事業を展開しております。お客様の、住まいにまつわるあらゆる、事業へ展開し、トータルサポートを行っている会社です。暮らしを楽しむ世の中をもっとというコンセプトのもと、お客様にお家を選んでいただいて、お家を買っていただいて終わりというわけではなく、例えば家具だったりインテリアを揃えたり、あとは保険リフォームの見直しなど、その後の暮らしを豊かにするため、そのすべてが、グループ内で、サポートできるというのが ME グループ最大の強みかなと考えております。現在 ME グループですね、年に2店舗ずつくらいのペースで出店を続けておりまして、現在、首都圏中心に20社の店舗があります。今後、店舗数を増やしていき、全国展開も、計画しております。そして ME グループ社長募集というものを掲げているんですけども、これ何かっていうのを、簡単にご紹介させていただきます。 ME グループ、ビジョンなんですけども、日本各地に100社出店し、日本代表する企業を作るというのを本気で目指しています。これを2040年までに、達成させる計画です。でビジョン達成のために、大きく3つのポイントがあります。まあ、ポイント1、本気で社長を目指せます。100社出店するにはあと80人の社長、400人を超える経営幹部が必要になってきます。これから出店する店舗の社長や経営幹部になってくれる若い力が今後の ME グループには必要です。ポイント2、新卒社員が成長できる環境が整っています。こちらがキャリアアップモデルになりますが、入社して早い方で3年目で課長代理、入社4年目で課長まで昇格しています。でこちらが実際にどれくらいの新卒社員が役職についているかというのを表した図になります。役職の約7割が新卒社員ということもあり、自分たちも上に行けるんだというキャリアイメージがついているのも ME グループの大きな特徴かなと思います。つまり新卒が主役の会社ということです。自分たちのすぐ上の先輩たちが課長だったり次長についているので、自分たちもやってやるぞっていうふうに毎日切磋琢磨しながら頑張っています。ポイント3、社員が長く働ける環境を作りを目指しています。1年目からでも結果を出せるですね、ME グループ独自の仕組みがあり、個人ではなくチームで目標に向かって活動しておりますので、サポートも手厚く成長できる環境が整っています。そしてそれと同じぐらい長く働ける環境づくりも追求しています。残業を少なくしたり、休日を増やしたり、あとは資格取得の支援制度など福利厚生かなり充実しています。ただそれだけでは人は定着しません。 ME グループは一緒に働く仲間が一番大切と考えておりますので、仲間意識を高める施策をいくつも行っております。簡単に2つ紹介させていただきます。こちら年次総会といって全体の表彰式だったり、あとはグループ全体で行う運動会、昨年初めて開催したんですけど、すごい皆さん協力してくれてめちゃめちゃ盛り上がりました。
そしてインターンシップについてもご紹介させていただくんですけども、 ME グループのインターンシップはですね、社長自ら登壇し職種の説明、あとはざっくばらんに話せる座談会も用意しています。不動産営業、インテリア営業、保険営業、IT 関係など職種ごとのコースに分かれていますので、まずは皆さん一番興味のある職種に参加をしてみてください。不動産に関係している会社ってどんな会社なのかとか、 ME グループってどんな会社なのかっていうのを知っていただける内容となっております。最後に、私は ME グループの情熱熱意はどこにも負けないと考えています。専攻では社長と直接お話ができ、ちょっとハードル高いかなって思う学生多いと思いますが、就職活動においてこれほどいい経験は他にはありません。 ME グループがどんな会社なのか、不動産営業に興味がある方、また就活の軸がまだ定まっていない方も大歓迎ですので、皆さんぜひインターンシップにご参加いただければと思います。心よりお待ちしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、パラドックスの深堀さん、会社説明お願いいたします。はい、皆さんはじめまして、パラドックスの深堀と申します。今日はココラシブランディング&クリエイティブカンパニーということで、パラドックス会社の紹介をさせていただければなと思っております。最初にですね、ちょっと私たちの思いというところで、よいしょ、こちらですね、全ての人や企業には自分にしかできない世の中の役立ち方が必ずあると信じています。それを私たちはココラシと呼んでいます。私たちの仕事を通じてココラシの輪を広げ、日本をもっと元気にしたい、それが私たちの目指す未来です、というところで、私はこう理念のところからですね、ご紹介していければなと思っています。とで、こちらは私たちの理念でございまして、ミッションココラシ実現に貢献するというところで、その先にあるこのココラシあふれる日本を作るというところを目指してやらせていただいております。でこれから簡単にではあるんですけれども、下にこう見えているこうビジネスブランディング、企業さんに向けたブランディングを普段こう仕事させていただいているので、そこのご紹介と、で最近こう事業を増やしているこうパーソナルブランディング、個人に向けたブランディングというところで、そのところもご紹介していければなと思っております。よいしょ。最初にですね、ブランディングと言われるとなかなか皆さんも知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、大きくこの5つに分けてご紹介していけたらなと思っています。1つ目はこのコーポレートブランディングというところで、企業の理念とかを策定するんですけれども、僕らの企業のこう僕らの仕事のこう始まりといいますか、ここから始まっていく仕事になっています。でその後にこうインナーブランディング、カスタマーブランディング、リクルートブランディング、スペースブランディングというところで、ありますので、ちょっと紹介させていただければなと思っております。一つ目ですね、コーポレートブランディングというところで、こちらは企業の志ですね。何のために経営をしていくのか、どんな戦略で市場でこう勝っていくのかというところを深掘らせていただくんですけれども、企業の理念をこう策定して、ここからどんな事業を作っていくのかっていうのを考えていくパートになっていきます。これは企業の経営者の皆さんだったりとか、役員の皆さんと一緒に考えていくフェーズになっております。そこからですね、インナーブランディング、例えば作った理念をどう実現していくのかっていうところで、やっぱ社内のこうたくさんの方の協力だったりとか、いろんな人がこう誇りを持って働いていく組織になっていくために、理念をこうやっぱ浸透させていくっていうフェーズがあったりとか、でカスタマーブランディング、コラシを掲げてもじゃあそれをこう実践しないといけないというところで、世の中のお客様に届けていくサービスであったりとか、事業作りというところで関わらせていただいたりしておりますと。でさらにはリクルートブランディング、組織に入ってくる人をこう募集していくというところで、企業のまさにこう、一番限度というのはこう人の採用というところですね。そういうところを関わらせていただいたりとか、で最後はスペースブランディングというところで、店舗の設計からオフィスの中の設計まで、人が五感を通して、コラシを感じれるようなその体験の場を確定したりしておりますと、はい、でこんなちょっとコンサルにも似た事業を企業様に向けて提供しているんですけれども、最近はこの最後に言ったこう、パーソナルブランディングというところで、ビジョンズというメディアを立ち上げました。就活生の皆様はもしかしたら興味持っていただける方も多いのかもなと思ってるんですけれども、ココラシを持って働きたい人、これから、働いていく人で、今まさにココラシを持って働いている人、その人たちに向けてココラシ同士でこうつながれるプラットフォームであったりとか、
ここら証拠を育てていけるようなそんな場所を作らせていただいております。皆さんもビジョンズで調べていただくと出てくると思うのでよかったら覗いてみてください。はい、という形で企業様に向けての事業と個人に向けての事業、そんなところを広げているんですけれども、最後に一つ強みといたしまして、こんな形でクリエイティブを使って貢献していくというところで、経営に関わっていくというところで結構ロジカルな面だったりとか、なんかコンサルのような一面も持っているんですけれども、一方で遊び心あふれると言いますか、美意識あふれるこんな一面を持っているので、ぜひ企画とか興味ある方も覗いてみるといいんじゃないかなと思っておりますと。はい、こんなたくさんの企業さんに支えられて現在も仕事をしております。で、最後にちょっと手前味噌なんですけれども、数々の受賞もしておりますので、何か皆さんもちょっと知ってる企業などありましたら、ちょっと興味もあるかと思いますので、ぜひ覗いてみてください。ということで、ご清聴ありがとうございました。株式会社パラドックスでございました。ありがとうございます。はい、各社の皆さん、会社説明ありがとうございました。ではここからはクロストークに移っていきます。改めまして、今回ご出演いただく企業の皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、一社ずつ一言ずつですね、自己紹介を改めてお願いしたいと思います。では厚見さんからお願いいたします。株式会社アスパーク採用担当を行っております厚見と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。私ももともと2015卒新卒でこの会社に入りまして、最初コンサルタント事業の研修受けてたんですけど、ちょっと採用担当やりたいというところ入社前から言っておりましたら、入社して2ヶ月で採用を任されて今10年目を迎えております。まあ、こういったキャリアを築ける会社なので、ぜひぜひ興味ありましたらお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてお隣、畑田さんです。はい、こんにちは。私 ME グループで採用担当を行っております畑田拓也と申します。私は21年卒で ME グループに入社をしました。できっかけというのは、やっぱり ME グループ社長募集というのを掲げておりまして、うん、社長を目指せる環境だったり仲間意識の高さというところに惚れて入社をさせていただきました。学生の皆さん、就職活動とても緊張すると思いますが、全力でサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてパラドックスから鈴木さんです。学生の皆さん、こんにちは。はじめまして、パラドックスの鈴木と申します。よろしくお願いします。私は入社したのは、パラドックスできて本当1年目ぐらいの時だったので、まだ5人というところから入っています。で、ずっとですね、ブランド作りというのをメインに私としてはやらせていただいておりました。パラドックスずっと二十何年いて、よく飽きないのって言われるんですけど、なかなか飽きない会社で、毎年毎年変化が大きくてですね、メンバーが入るほどに新しい事業が生まれたり新しい変化が生まれている、そのあたりはうちの特徴なのかなと思うので、また後ほどお話ができればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回皆様初対面だとは思うんですけれどもお互いの会社の印象っていうのはいかがでしょうか。厚見さん、いかがです。そうですね、はい、今回出演前に私たち実は裏で、お話とかもさせていただいたんですけど、はい、すごいフレンドリーな会社さんだなって2社さんとも思いまして、ただ説明聞くと、事前に私も実際調べてたりはしたんですけど、結構個の色が強い会社なので、バチバチに、やっていような印象は受けてたんですよね。ただ、それぞれの会社さん、そのブランディングであったり不動産中心に、皆さんのライフスタイルを支えるっていうところで、やっぱりチーム形成であったり、あとはターゲットっていうところも幅広く行える分、学生さんの働き方の柔軟性も多くあるんじゃないかなって、思いますね。すごい、調べてくださったりましてありがとうございます。畑田さんは他の2社さんの印象いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、説明聞いてちょっとびっくりしたんですけど、入社2年目で海外に挑戦したいって言って海外に実際に派遣してもらえる会社さんだったり、あとはもう20何年もう同じ会社にやっぱ働いてる方がいるっていうのは、よっぽどやっぱ魅力ないと続けられないなっていうところは思いますし、私たちもさっきちょっと企業の説明でさせていただいたんですけど、やっぱり長く働きやすい会社づくりを目標にしているので、やっぱりこの2社さんともとっても働きやすく、もうなんか人も優しそうですし、なんかギネス世界記録に挑戦したりとか、全国各地の企業さんと一緒に協力して何か作り上げるっていうのは僕もちょっと興味がありますし、なんかすごい学生の皆さんもなんか挑戦しやすい環境を整っているのかなと思いました。
ちょっと共通項が見出せそうな期待がしますね、はい、鈴木さんは他の2社さんについていかがですか？ありがとうございます。収録の前に控え室の方で少しお話もさせていただいてたんですけれども、私自身も今日大丈夫かなと緊張しながら来たんですけど、すごく優しく迎えてくださる方々で、はい、きっと社風もどんな人が来てもその人の良さとか引き出したりとかしていくような会社なんだろうなと思って見ておりました。で、実際に先ほどお話聞いたりとか少しウェブサイト見させていただいても、2つまとめるのはあんまりいいことじゃないかもしれないんですけども、どちらも共通項として思ったのは、やっぱり一人一人の成長をすごく意識されていたりとか、会社自身もどんどん広がっていて、何かにチャレンジできる環境がすごくある会社なんじゃないかなと思って、とてもなんか楽しそうな会社だなって見ておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ぜひお互いの理解もですね、この番組で深めていただけたらと思います。では早速ですけれども、今回のトーク内容を見てみましょう。こちらです。4つございます。1、自社ならではの事業と醍醐味。2、入社後のギャップと今だからわかる好きなところ。3、キャリアを線で描くために得られるスキルと経験。4、自社に集まる人材の正体とは。こういった内容でお送りしていきます。そして最初のトークテーマはこちらです。自社ならではの事業と醍醐味ということで、まずは事業概要について改めて伺っていきたいと思います。それぞれですね、まず自社における顧客とはどんな方なのか、そしてその顧客が抱える課題というのはどういったものがあるのか伺ってみたいです。では渥美さん、いかがでしょうか？そうですね、取引先が、企業様が基本的にものづくりメーカーさんの研究所っていうところにはなるので、そこの、人事権を持っていらっしゃったりとか、新しい製品開発するってなるとやっぱりその代表の方々がそこを、管理してたりとかもするので、基本的には年齢層高い方々であって、しっかりと権限を持たれているような方をターゲットとさせていただいてます、そういったお客様はどんな課題感をお持ちなんでしょうか？そうですね、製品開発であったり研究を成功させていくというところに向けて、人材が足りない、技術が足りないというような課題感を持っているので、そこに対して弊社の人材技術を持っている方であったり、一緒に達成できそうなメンバーたちを派遣させていただくというような事業を行っています。この自社の事業に共通するといいますか、通ずる社会課題というとどんなものが挙げられますか？今の社会課題として、特に技術はもう目まぐるしい進歩を遂げてると思うんですよ ね、 そうですね。なので、これだけを何か守っていくっていうような普遍的なものではなく、変化っていうところを常に求めていくべきかなと思ってます。それは企業さんも新製品作るにしてもそうですし、エンジニアさんも活躍するフィールド、もっともっと派生していくためにも一緒かなっていうところにはありますね。ありがとうございます。では続いてME グループさんにも聞いてみましょう。顧客とはどういった方でしょうか？はい、弊社は不動産仲介業を中心としているので、基本的にはお家を新しく欲しいなって、ご連絡いただいた、お問い合わせいただいたお客様にご提案するっていうのがメインなので、基本的にはお家が欲しいっていう方に、住まいを、提案するような形になってます、そしてそういった方が抱えるお悩みだったりとか課題というのはどういったものがありますか？そうですね、やっぱりお住まいいろいろ種類がありますし、住まいを決めたからといってやっぱりリフォームしなきゃいけない、保険の見直ししなきゃいけない、インテリアいろいろ揃えなきゃいけないっていうのがあると思うので、やっぱりお客様の、手間だったり、お金だったり時間を取ってしまうっていうのがやっぱりこの業界の大きな課題になってくるかなと思います、それに対して御社ではどういったサービスやソリューションを提供していらっしゃるんですか？はい、弊社ではそれをすべて、グループ内で解決できるように、ヤドカリッチというサービスがあります。お家を住まいを買ってインテリア揃えて、保険の見直しリフォームとか全てが ME グループ内でトータルサポートできるような、サービスもあるので、他のなんていうんですかね、いろんな企業さんにお願いするよりも素早く済みますし、金額も抑えられるので、そこは安心していただければなと思います。そうですね、お客様にとっても嬉しい面がいっぱいあるわけですね、情報も共有できて、そういったところでもすごくスムーズに
作業って進みますか？そうですね、はい、やはりこういろんなところに頼んでしまうと、やっぱ各担当者がつくじゃないですか。ありますね、そうするとお客様もこうやっぱ連絡しなきゃいけないところとか、ね、話食い違っちゃうと大変だなっていうところあると思うんですけど、はいはい、弊社ではまあ、仲間意識も強いので、うん、こう営業マン同士が知り合いとかもあるので、うん、本当にスムーズに進められると思います。ありがとうございます。では続きまして鈴木さんにも聞いてみましょう。御社の顧客どんな人でしょうか？はい、まず前提としてなんですけれども、まあ、私たちがこう青臭く信じているのが、全ての企業や全ての人には必ず生まれ持った意味と言いますか、うん、何か自分たちにしかできない社会への役立ち方が必ずある。で、それを実現していけることがきっと幸せな生き方につながっていくだろう、うん、まあ、それを僕らは志っていうふうに呼んでいるんですけど、まあ、ちょっと若干青臭い言葉で申し訳ないんですが、はい、というのを、まあ、信じて生業としてやっていて、その志を実現させていくのかというために、企業向けには企業のブランド作り、個人向けには、まあ、個人の自分が何のために生きていくのかということを考えながら、それを支援していくサポートとやってるんですけども、企業に関して言うと当然その会社のビジョン、ミッションという部分に関わる仕事になってくるので、はい、主な企業としては主なクライアントとしては企業の経営者や事業責任者というのが顧客としては多くなってきます。で、そういった方々が改めて自分の会社がこれから何のために経営をしていくのか、社会にどう役に立っていくのかということを考えるタイミングで、私たちにご相談をいただいて、改めてそこを設定し直すところから相談いただくというのが多くなっています。まあ、個人に関しては社会に出る前とかですね、はい、そういうタイミングで改めて自分を見直したいというタイミングで声をいただくというのが多くなっております。そういう意味では御社で働いていると、そういった事業責任者や経営者といったレイヤーの方と関わることっていうのが必然的に多いということですか？そうですね、基本的にはほぼそういうふうに思っていただいて大丈夫かと思います。そんな中で御社が解決すべき社会課題っていうと、どんなものにつながるとお考えですか？2つあるかなと思っていまして、まず1つは当然、例えば企業のブランディングということであれば、その企業様が見ている社会課題を共に解決していくということになるので、環境問題に対峙している企業であれば環境問題を共に対峙して解決していくパートナーであるべきですよね。なんかクライアントごとにあるということと、もう一つ私たちのその志の実現に貢献するという自社のミッションから考えていくのであれば、まあ、少し有名な話かもしれないけれですけども、日本ってこんなに素敵な国なのに、うん、誇りというのはすごく低いんですね。うん、で、海外から見ても素晴らしい国だと言われているのに、なかなか自分たちのことに自信を持てなかったり誇りを持てないこともある。それすごくもったいないことだなと思っていて、できる限り多くの人が自分自身や自分のいる場所や地域や国や会社や、そういうところに誇りや自己肯定感を持って、できれば幸せに過ごしていてほしい、うん、でそういう人が一人でも増えたらいいな、そんな思いももしかしたら社会課題として言っていいのであれば、うん、私たちがやることかなというふうに思っております。うん、ありがとうございます。それぞれ自社の事業について分かったところで、それぞれの強みとなるところ、特徴っていうのも改めて伺ってみたいと思うんですけれども、畑田さんはやっぱり ME グループ、グループ力というのは強みの一つになりそうですけれども、はい、何か他にもあれば。そうですね、はい、まあ、ちょっとそれに似たようなものになってしまうんですけど、やっぱ営業っていうとやっぱ個人プレーとか、はい、やっぱ片っ端から電話かけなきゃいけないとか、飛び込み営業しなきゃいけないっていうイメージ多分あると思うんですけども、弊社個人ではなくチームで目標に向かって頑張っているので、個人のまあいわゆるノルマっていうのが基本的にないんですね。なので本当にチームでみんなで頑張っているので、はい、例えばお客様からお電話いただいて、こういう物件欲しいですよって言われたら、電話担当者はそれ復唱するんですね、条件を。そうすると周りの課のメンバーがその物件、条件に合う物件を調べて渡してあげるとかっていう感じで、みんなで動いてます。私ご案内ですね、お客様へのご案内も必ず2名以上で行っているので、本当に実践形式で学べるかなと思います。そうなんですね、はい、じゃあこうチームで目標を達成を目指すという、はい、チーム力も重要になってきそうですね。そうですね。ありがとうございます。では鈴木さんにも聞いてみようと思います。自社の強みどんなところでしょうか？はい、先ほど言った企業向けのブランディング事業ということで言いますと、まずその会社が向かっていく方向性とか、そういったものを言葉にする力ですね、うん、いわゆる企業が掲げているパーパスとかミッションビジョンというものを的確に言葉にする力、そしてそれを表現していくためにデザインする力で、
っていうのが一つ私たちの特徴にはなるかなと思っています。でそれを実はもう一つ強みがあって、これができる人に育てていく力っていうのが、あの弊社としては隠れた強みといいますか、どうしてもこうクリエイティブという話をすると、なんか得意な能力を持った特別なセンスを持った人にしかできないのではないか、経営者に対して私はの、まあ、経営というとこがましいですけれども、やはり経営に関する部分もコンサルティングをしていく領域というのは多分にあるんですね。じゃあそういったコンサルティング能力っていうのも何か専門知識がないといけないのではないか、得意な能力がなければいけないんじゃないか、そんな不安を持たれる方も多いんですが、どちらかというと入社をしてから中で経験を積みながらまたそれを教えていくということが会社の社風であったり実際の制度としてもあるので、そういった高い能力を持ったメンバーを育てていく力というのも実はうちの強みなのかなというふうに最近思っております。人材育成の面でも力を入れていらっしゃるんですね。では渥美さんにも聞いてみましょう。御社の強みどんなところですか？そうですね、まず企業さん目線で、まあ、アスパーク見た時の強みとしては、アスパークそのコンサルティングを行うメンバーっていうのは分業制ではなく一本化させていただいてるんですよね、うん、なので、営業に来る方も人材の提案してくださる方もその後派遣されてる期間ですね、5年とか10年やっぱりその製品開発までかかる期間あるんですけど、はい、その間もしっかりと最初の方が責任を持ってやってくださったりっていうところで、うん、安心感は持っていただけるかなって思います。あとはその分、まあ、あのスピード感っていうところもしっかり対応いただけるので、まあ、通常人材系だと細分化されてる分ちょっと社内に持って帰ってそれ対応しますねとか、他のメンバーに聞いてからっていうので、タイムラグが起こることもあるんですけど、うちだったらそういったところも、まあ、あの本人たちがしっかりと情報共有してどんな人材がいるのかなとか、どういった条件だったらお仕事できる人たちがいるのかなっていうのを把握しているので、もう依頼いただいたら即座にこういう人材いるので一度どうですかっていうような話とかもできるかなっていう部分はありますね。逆にその私たち働く側目線での強みっていうのも別でありまして、一本化してるからこそ営業もマネジメントも育成も、はい、全部欲張りにちょっと経験値は学べるのかなっていう強さもあるんですよね。ここは広いですね、はい、なのでこういったところは、うん、まあ、最大限の強みかなって思ってます。そういった幅広い職種で働く醍醐味っていうのはどういったところに感じられるんでしょうか？そうですね、まずは短期的な目線で言うと、まあ、どれだけそのエンジニアさん企業さんをつなげていけたかっていうような数字が、まあ、出るので、はい、自信につながっていただけるかなっていう部分は醍醐味にもなります。あとは一番のやりがいっていうところはやっぱり製品開発が成功したりとか、エンジニアさんが何か新しい経験値を学べてスキルアップできたなっていう時にありがとうとか、また一緒にやっていきたいって言っていただけるような感謝を、まあ、届けていただけるのもやりがいかなって思うんですよ ね、はい、そうですね。なので結構そこは人によりけりっていう部分もあるので、もっともっといっぱいあるんですけど、この2本が社内でも一番上がる部分ではあるかなって思います。はい、ありがとうございます。畑田さんはいかがでしょうか？自社のやりがい醍醐味ってどんなところだと思いますか？はい、ありがとうございます。まあ、営業なのでこう決まったことがないんですね、うんうん、これやれば絶対いけるよっていうのがないので、うんうんうん、やっぱちょっと難しいなと思うところはたくさんあると思うんですけども、やっぱりさっき何回も言ってるんですけど、はい、やっぱみんなでチームでみんなで成長していこうねっていうところで、やっぱりお客様からありがとうと言ってもらえる、うんうん、機会でやっぱり醍醐味感じますし、やっぱり自分の魅力を伝えるお仕事なので、うん、やっぱそういったコミュニケーション能力で、うん、まあ、今までは学生の間にこう人と話すのちょっと苦手だったよっていうのも多分実践形式すごい多いんで、はい、自分の成長っていうのが多分すごい実感できると思います。なるほど、自己成長ですね、はい、そうですね、僕も人の前で話すのがすごい苦手 で、 あ、そうですか、もう今も手震えてるぐらいなんですけど、それでもやっぱり入社する前は苦手だったけど今は楽しくなってきたので、うん、本当にそういったところで自分の成長っていうのを一番感じられる会社なのかなと思います。よかったです、楽しんでいただけたら、はい、嬉しいですね。鈴木さんはいかがでしょうか？自社の醍醐味やりがい。そうですね、はい、ありがたいことに私たちの仕事は企業の大事な節目でお声掛けをいただく仕事なんですね。でその後それをずっと伴走していく仕事になります。はい、会社がこれから同時に一気に伸びていこうとするタイミング、場合によっては経営者が変わって事業承継して次に行くタイミング、会社が生まれたタイミングとか再生しなければいけないタイミング、時にお客様の社員や経営者やみんなと集まってビジョンを一緒に描き、でそれに対して向かっていくために、じゃあ今年はこういう
プロモーションやろうかとか、こういう採用をやろうかとか、社内の制度こういうの作った方がいいんじゃないかとか、そういうのを今度は5年10年ってずっと伴走していくんですね。そういった中でありがたいことに、まあ、僕らが関わって、まあ、僕らの力でお客さんの力が大きいと思うんですけども、会社がすごい良くなったとか、実際に事業が成長していくのを横で見れたり、まあ、苦しい時もあると思うんですけど、そういうのをなんか酸いも甘いも一緒になって楽しめる、はい、でパラドックス側も何人ものチームで臨みますし、お客様もその会社全部でこう臨んでくれるっていう、外部ではなくてやっぱ半分仲間という感覚でいさせていただけるっていうのは多分面白いんじゃないかなと思います。同じ方向を向いて喜びも分かち合える、そういった喜びもあるわけですね、はい、ありがとうございました。では続いてのトークテーマに参りましょう。こちらです。入社後のギャップと今だから分かる好きなところということで、皆さんぶっちゃけ入社前に抱いていたイメージだったりとか、あ、実はこうだったんだと入社後に分かったことなどあったら教えていただきたいです。松見さんいかがですか？そうですね、はい、まずその人材コンサルっていう業界、まあ、私たちはその人材派遣っていうところに属するんですけど、まあ、派遣って聞くとなんかあのマイナスイメージが持たれる方も多いんじゃないかなって思うんですよね。私も学生時代派遣会社でちょっとバイトさせていただいたりっていうところもあって、はい、まあ、あの日雇いとか単発っていうところでですね、まあ、あのいろんな現場に行かせてもらってた分、ちょっとこれを正社員として続けるのは大変なんじゃないかなとか、まあ、派遣切りっていう言葉もある分マイナスなんじゃないかなっていう部分とかはあったんですよね、ただそこの部分は入社して改めてすごく払拭できたなって思います。むしろ長期的にやっぱり人材を求めてる企業さんが多いので、そこに対して一緒に伴走してやっていけたりとか、あとはアスパークもその業界の中でもっともっと盛り上げていこうよっていうような考えの会社なので、会社を大きくしていったりとか、まあ、あのあとは横のつながり持ちながらもっともっと、まあ、あの要望とかがあれば組み込んでいこう、変化に富んだ会社にしていこうっていうところもあるので、そういった部分ではそのギャップっていうところすごく、まあ、今はなんかお仕事できてるかなって思います、うん、学生さんからもそういった質問だったりとかイメージっていうのは寄せられますか？結構多いですね。派遣って不安定なんですとか、親御さんからもやっぱりそういった、まあ、派遣業界に対するリーマンショックの時代とかコロナ禍っていう時代もあったので大丈夫ってやっぱり言われちゃったりする子も多いんですけど、はい、そこはもうあの2つ返事で大丈夫ですっていうところは話できるかなって思います、うん、自信を持って、はい、分かりました。ありがとうございます。では畑田さんにも聞いてみましょう。入社前のイメージ偏見などありましたか？そうですね、はい、やっぱり営業はもう本当にこういろんな人の家にこう行ってこう、はい、どうですかってご提案したりとか、飛び込みとか、はい、1日何百件も電話したりとかっていうイメージがすごいあったので、正直不安ではあったんですけども、うんうんうん、やっぱり反響営業というのを中心にしているので、こう不特定多数の方に声をかけるというよりは、お住まいを探しているお客様に、声をかけるという、営業体系を取っていますので、はい、そういったなんかこういわゆる、ま、ブラックといいますか大変なイメージとは真逆でした、うん、っていうのと、あとはやっぱり一人で営業しないというところで、やっぱりすごく心強いですね。やっぱり、はい、あの新卒で課長とか、次長っていう役職についている方と一緒に行けるので、うん、やっぱりこう吸収できたり、はい、こうなんていうんですかね、あのいいところを盗んだりっていうのがたくさんできるので、うんうんうん、はい、そういったところは安心しました。あ、はい、確かにそうですね。もう営業とかっていうとね、厳しくってなかなか休みもなくて、はい、残業も多くてっていうイメージ聞いたりしますか？はい、そうですね、うん、やっぱり残業ってどうですかとか、あとはお休みってどうなんですかっていうのを多く聞くんですけども、うんうんうん、残業時間、全グループ、全店舗の平均で15時間以下っていうところだったりとか、はい、あとはお客様の都合でちょっと遅くなっちゃうことはあるんですけど、次の日お昼からとか出勤時間ずらせたりできますし、お休み結構120日年間お休みで、お盆とかはもう1週間ぐらいまるまる連休があるので、あの営業の方だとやっぱプライベートとか旅行とか行けないんじゃないっていう声よく聞くんですけど、有給とかくっつけて4連休で夜旅行行ったりとかもできるので、そこはご安心いただければなと思います。柔軟な働き方も可能なんですね、はい、では鈴木さんにも聞いてみましょう。こう他の方に学生さんによく聞くようなイメージとかでもいいんですけれども、何かありますか？そうですよね、はい、他の方の話を聞きながら想像していたんですけれども、やっぱりあのブランド作りとかクリエイティブって言ってるので、そもそもじゃあブランド作りっていうところでお客さんのその戦略とか考えるってすごく難しいですよねとか、自分にできるのかなとか、そっちは逆に言うと
得意だったり好きなんだけれども、じゃあクリエイティブまで自分はできるんですかねとか、はい、私たち両方同時にやるので、そういう片方に不安を感じたりとかされる方もいるようなんですけれども、先ほどお伝えした通り中に入って、じゃあそういったそれぞれについて全部ナレッジ化されているので、実際に社内大学とかもあるんですよね、はい、そういうものを先輩が講師になって教えてくれたりとか、外部の方が来てくれて教えてくれたりとか、でそれを実際に今度実践で試してみてやったりとかっていうふうにして、着実にこうスキルを身についていく、で徐々に自分の得意な方に分岐もしていけるので、そういった意味では入って何年かしてきた時に、はい、だんだんみんなこう自信にあふれた顔になってくるなという気はしてはいま す, いいす、ね、やっぱ自信がついて経験値も上がって、そうですね、そういった表情にも現れてくるわけですね、はい、ではですね、自社で働く中で好きなところ、まあ、組織面、カルチャー面、こういったところも聞いてみたいんですけれども、鈴木さんはいかがですか、どんなところが好きですか。自社だとやっぱ仲間じゃないですかね、はい、ああ仲間、はい、これは圧倒的に僕は好きなところですね。どんな仲間が多いですか。なんですかね、多分うちのメンバー誰に聞いても言うと思うんですけど、嫌いな人とか嫌な人っていないんじゃないですか、すごく相手のことを思いながら一生懸命ですし、面白いやつもいれば物静かな人もいれば、いろんな人いますけど、何、かあれば絶対に助け合ってくれますし、はい、なんか本当に素敵なメンバーに囲まれてるなっていう気がします。そういうのってやっぱり業務にも影響するなと思いますか。はい、もちろんすると思いますね、特に私たちの仕事ってアイデアを出すってことがすごく大事になってくるんですね、はい、なんか関係性が悪くて言いにくいとかになると、いいアイデアってやっぱ生まれないんですよ、たとえ後輩だろうが先輩だろうが、別に関係はなくて、全員フラットに、でお互いの意見に耳を傾け合う、でそれいいところがあったら高め合う、だから自由に発言ができて物事が実現していく、で困った時は助けてくれる人がいるからうまくいくんだと思うので、そういう意味でははい、いい影響が、いい影響なんじゃないかなと思っております。そうなんですね。渥美さんはいかがですか、御社の好きなところ。そうですね、はい、好きなところで言うと、一番はポジティブなメンバーが集まっている部分が私は好きかなって思いますね。どんな時にポジティブさって感じますか。それこそちょっと企業さんやエンジニアさんとのやり取りで失敗しちゃったなっていうことがあると落ち込んじゃうこともあると思うんですよね、で、まあ、そんな時にちょっとこういうことやっちゃったんだよねっていう話すると、はい、じゃあ次もっとこういうふうに頑張ってみようよっていうところで失敗を咎めるっていうことが基本ないんですよ。むしろいい経験になったよねとか、同じ失敗何回もだったらさすがに言われたりはするんですけど、じゃあそれをいっぱい行ってバリエーション貯めておいたら、それこそ後輩が入ってきた時に同じようなことあってもしっかりと手を差し伸べることができたりとか、軌道修正をしてあげることもできるから、はい、もっともっと、まあ、挑戦してみようよっていうようなメンバーが多いなって思いますね。だからこそより挑戦をしやすかったり変化に柔軟に対応できたりするんですかね。そうですね、はい、そこかなと思います。 ありがとうございます。畑田さんはいかがでしょうか、自社の好きなところありますか。はい、やっぱり一番は仲間意識の高さ、仲がいいところっていうところですね。やっぱりこうグループ内イベント、サークルだったり運動会だったり、全社集まる表彰式だったりっていうところで、はい、同期はもちろんなんですけども、はい、やっぱ先輩後輩関係なく仲良く交流取れるっていうのはすごいいいところだなっていうふうに思います。やっぱり、違う店舗の、先輩後輩と同期とご飯行ったりは あるんですけど、別の店舗の上司とか、はい、上席とかとご飯行くって多分あんまりないんじゃないかなって思いますし、あとはやっぱり社長を目指せるところ、本当にこれ目指せるんですけど、はい、新卒ですと今次長っていうところまで上がっている方もいらっしゃって、もう近い将来もう1年目2年目と2年後とかには店長になっている可能性もあるぐらいの活躍をされているので、本当に上を目指せる人はとことん上を目指せますし、上席の人たちもそれをこうなんて抑えるっていうよりは一緒に上にみんなで上がろうねっていう感じで全力でサポートしてくれるので、そういった空気感は本当に好きです、今後も全国展開へとおっしゃってましたけれども、はい、どんどん会社が増えていく中で、はい、やっぱりそういった社内間のコミュニケーションっていうのも大事になってきそうですよね、はい、そうですね、もうイベントもおそらく今後もっと増えるんじゃないかなと思います。運動会も昨年初めてやったんですけども、はい、私が計画させていただいて企画運営とかもさせていただいて、いろんな調整もできますし、はい、もっと皆さん、学生の皆さんも企画運営したいなっていう人がいれば、どんどんそういった意見も欲しいなと思います。若手の意見っていうのもどんどん吸い上げてくれるカルチャーもあるんですね、はいはい、ありがとうございます。
では続きまして、続いてのトークテーマに参りましょう。こちらです。キャリアを線で描くために得られるスキルと経験ということで、カルチャーなどもお話聞いてきましたけれども、ここからは経験でしたりとか、どんなスキルが身につくのかっていうところも深掘りしていきたいです。御社で働くことで得られるスキル、どんなものがあるんでしょうか。では渥美さん、お願いいたします。そうですね、一番最初皆さん新卒で必ず通っていただくのが、その人材コンサルタント、総合職のメンバーとそこに入っていただいたり、エンジニア職のメンバーは自分たちが学んできたこと、やっぱやってみたいことに応じたスキルに、しっかりと着目していただく技術職っていうところに入っていただくんですよね。で、基本的には、私も総合職やってるので総合職の向けのお話にはなりますが、営業もやっていただいたり、その人材管理、はい、あとは企業さんのフォローアップと、エンジニアさんを伸ばすため の、 そのスキルアップっていうところに向けた成長育成もやっていただくので、何か一つっていうところにはちょっと絞ることは難しいかなっていう環境下になります。むしろそこをやってみて得意な部分どこかなって探して、それを生かして次こんなことやってみたいっていうところに派生をするためにっていうような経験値を最初下積みではやっていただくっていうところでもありますね。具体的なキャリアパスで言いますと、どんな事例があったりしますか。早い方は新卒1年未満で責任者に上がっていただいたりっていうところも全然あります。1年未満ですか。はい、あります。直近だと23卒の子が、4月に入って12月にですね、責任者に着任っていうケースも出てますね。それっていうのもやっぱり、研修だったりも積みつつ、やっぱりその姿勢だったりとか、何か光るものがあったってことですか。何が評価されてそうなるんでしょうか。そうですね、はい、そこはもちろんやっぱり光る部分もあったんですけど、何よりも熱意っていうところを一番買っていただけたのかなって思うんですよ。私たちってただただできる人にお仕事を振るっていうよりは、もちろんできるかもしれないけど、それよりも本人がもっとそこに対してやってみたいっていうような可能性にかけるような会社でもあるんですよね。で、彼もやっぱり先輩と同じくらい成果も出せてて、先輩の中にもその責任者やってみたいっていう方はいらっしゃったんですけど、スピード感持ってバチバチにやってくださる、プラスアルファじゃあ責任者に上がっていきたい、その先もっとこんなキャリアを描きたいっていうようなビジョンが見えてたので、そこでぶどまりするんじゃなくて、もっとやってくれそうだなっていうところから抜擢させていただいてますね。そんな頼もしい若手もいらっしゃるんですね。素敵です。では畑田さんにも聞いてみましょうか。御社で働くことで得られるスキル、どんなものがありますか。はい、やっぱり一番は、自分がいいと思った魅力を伝えられるコミュニケーション、さっきも言ったんですけど、やっぱり自分が、お客様に、お勧めするには、やっぱり一番これをお客様に使っていただければ、お客様の暮らしがより良くなるって自信を持ってることが一番大事だと思うので、それを言葉にするって結構大変だと思うんですね、はい、なのでそういったコミュニケーション能力が、つくかなと思いますし、あとは、若い新卒社員がやっぱりこう役職につけるっていうところでチームをまとめる、仕事っていうのを経験できます。やっぱこういうのってやっぱ30代40代で、経験される方多いと思うんですけど、20代のうちからこういうことを経験できるのってやっぱ貴重ですし、今後の逆に今経験しておけば30代40代になった時に、視野が格段に広くなると思いますので、はい、そういったいい経験や、コミュニケーション能力、つきものが、ME グループのとてもいいところかなと思います。ありがとうございます。ではキャリアパスについても聞いてみたいんですけれども、はい、初期配属は営業が多いんですか。はい、そうですね、はい、ME グループでは職種ごとに、学生様の、選考を進めていくので、例えば不動産がいいよって方は不動産配属になりますし、はい、インテリアがいいよって方はインテリア配属になるので、皆さんに合った職種で活躍できると思います、で、職種も、主任、課長、はい、課長代理、課長、次長、店長、社長っていう風にキャリアアップモデルがしっかりしているので、そこは上を目指せるイメージがついてるかなと思いますし、あとはそうですね、もし、自分の希望のところに入ってやっぱうまくいかないことってあると思うんですけど、はい、そういった場合はジョブチェンジ制度といって職種変更とかもできるので、ちょっと自分に自信がなくなったとしても、別の職種で再度チャレンジできるので、ME グループの中で、自分に合った働き方ができるかなと思います。ありがとうございます、はい、では続きまして鈴木さんにも聞いてみましょう。自社で得られる経験やスキル、どんなものがありますか。はい、ありがとうございます。私たち先ほど言ったアイデアでやっていく仕事になっていきます。で、アイデアといっても幅広いと思うんですけども、何か解決したい課題があった時にそもそも何を解決すべきのかっていうのを、構造的にちゃんと分析をする力、で、そこに対してそれをどうやったら解決できるのかっていうコンセプトを作っていく力で、それを実行していくための実現力っ
このあたりはベーススキルとして身についていくんではないかなと思っています。あとありがたいことはですね、ネットワークとか経験、はい、知識というものがかなり広がりやすい会社ではありまして、企業のブランディングということでいうと、だいたい企業理念とか事業理念を作っているのが330社ぐらいはあると思うんですね。で、毎年200社ぐらい継続してずっとブランディングの活動が続いています。で、それぞれの会社はそれぞれの業界の比較的トップランナーの会社も多く、世の中の先端の課題にどうやったら向き合えるかって一生懸命やってる会社が多いんですね。そこの経営者と一緒にずっと仕事をしているので、各業界のさまざまな取り組みの知識っていうのは基本的に全社に入ってきます。で、あとはそれを一緒にやろうとするのが自社だけではなくて、外部のさまざまな一流のパートナーと仕事をしていくので、そういった方々と自然とネットワークができていく。で、企業の方でもそうですし、個人向けの事業に関しても同じようにさまざまな方との出会いっていうのがあるので、やっぱり何ですかね、社会に出て何かを成し遂げたいって思った時に、もう会社の中にいてもいい、もしかしたら独立してもいい、いろんな道あると思うんですけれども、はい、自分がやろうと思ったところに対して何をするのかってコンセプトを作るとか、助けてもらえる仲間が広がっていくこととか、いろんな業界の知識が入ってくるっていうのは、かなりかけがえのないものなんじゃないかなというふうに思っています。そうですね。そんな中でキャリアパスというとどういったものが考えられますか？ありがとうございます、はい、一応誤解をなく、誤解を恐れずに言うのであれば、ベースは最初ディレクターという形で入ってきます。で、多くは企業のブランド作りというのをメインにやっていく形になっていくんですけれども、志の実現に貢献すると言っているミッションがあって、これは何かというと社内のメンバーに対しても一緒で、いろんな経験を積んでくるとやりたいことというのは徐々にみんな明確になってくるんですよね、はい、で、実は弊社がやっている事業、ブランディングクリエイティブ事業以外にも、学生が社会に出てくときにその学生にどういう未来を作っていくのかっていう、そういう就労支援みたいな事業だったりとか、アート教室があったりとか、私だったらパラドックス総研で研究所をやってるんですけども、はい、やったりとかっていう、あとそもそも全国にオフィスがあるんですが、これ全部実は社員のアイデアから出てるんですね。社員が何を成し遂げたいのかっていう本人の志があって、うん、じゃあそれを事業にしていこうっていうふうに言って、会社としてはどんどん広がっていっているので、まずは一個大きな道筋はありますけれども、徐々に自分のやりたい志っていうものが見つかってきたら、それに向けて事業ができていったりもします。あともう一つ大事にしているのが、年を経るほど生き生きと働ける会社っていう言い方をしているんですけれども、常に飽きずにワクワクしながら働ける場所でありたい。で、個人的にエポックメイキングだったなと思ったのは、今から何年前ですかね、3、4年前だと思うんですけども、時短の執行役員というのができたんですよ。珍しいですね、はい、一度、出産もあって、少し休まれて戻ってきた後、時短勤務のまま執行役員まで上がってくる。で、こういうこともできるキャリアというのは面白いと思いますし、育休がどうこうというのは分からないですけども、多分現時点では男女ともに 100% 不足して、一度、少し時間を取ってもまた戻ってこれるキャリアで、長く働けるキャリアっていうのは大事にしているっていうのは一番特徴かと思います、はい、やっぱり長く活躍していただくための環境づくりっていうのも注力されていらっしゃるんですね、はい、多田さんは今4年目でいらっしゃいますけれども、はいはい、今後のキャリアを見据えた上で何か挑戦してみたいこととかありますか？目標など。はい、ME グループ2040年までに、はい、全国100社作るっていうのを目標にしてるんですけども、やっぱりそうなると、人やっぱ不満とかってどうしても出てくると思うので、今の ME グループの仲間たち と、これから ME グループの仲間になってくれる、学生の皆さんがよりこの会社働きやすいなって思ってくれるように、本部から作っていきたいなと思いますので、今後はアフターサービスとか、やっぱ基本的には私今新卒の学生の皆さんとサポートさせていただいてるんですけれども、それを、それプラスで今の、仲間たち、これからの仲間たちも一緒にサポートできるように、アフターサービス挑戦していきたいと思います、そのために今努力していることとか、はい、挑戦してみたいこととか何かあったりするんですか？はい、ありがとうございます、はい、そうですね、今は部長と、部長と一緒にお仕事させていただいて、はい、チームを持ってるんですけども、今まではこう自分の担当の学生の皆さんを選考にどうやったら気持ちよく参加できるかっていうところでアドバイスしたり、リクルーターみたいなお仕事をしてるんですけども、
それだけではなくて、まずは、人事部のチーム1チーム持って、それのみんなが気持ちよく働ける環境作りっていうのを今挑戦してます。なのでそこからこう次は人事部、次は本部、次は ME グループっていう感じでどんどん広げていきたいなと思ってます。規模が大きくなっていくわけですね、はい、松見さんはいかがですか？今後の挑戦したいこと、目標などありますか？そうですね、私個人の目標としてはそうですね、あと数年でアスパークもやっと5000人っていうところは目指せるかなっていうのはもう目処が立ってます。で正直私入社した時はまだ500人いたかなくらいからのスタートだったんですよね。そうなんじゃ、規模も拡大、はい、どんどん見てきたわけですね。そうです、なので、はい、まずは1万人企業になるのを自分の手で採用して見届けていきたいなっていうところが短期的な目標です。で逆に長期的な目標で言うと、はい、せっかく国内でそこまで大きい規模感に会社をそのブランディングしたりとか PR できたので、うん、今度はその日本を出て海外向けにマーケティングであったり、こういった採用活動ができたらなっていうところでですね、今考えてます。そういったこう職員の思いだったり志っていうのをこう実現しようとしてくれる環境っていうのは御社がありますか？ ありますね。むしろそこを応援したいっていうところが強いので、はい、結構代表も一緒になってお話聞いてくださるタイプが多いんですよね。今だと、月曜日は代表絶対本社の方固定になっちゃうんですけど、他の日はいろんなオフィス回ってます。で来たタイミングで社員とコミュニケーション取りながら、こんな身近にいるんですよね、はい、なので、距離感で言うと今日は出演者メンバーこの距離感で座ってるかなっていう距離感で一緒にもうデスク囲みながらお仕事はしていくので、はい、何かあった時に今真面目な話いいですかっていうので、ちょっとこういう目標あるんですけどどうでしょうっていうところを話したりとか、むしろ何かやってみたい部分ないのっていうところも聞いてくださるので、はい、今のお話をもちろん伝えてはおりますね。もう伝えているわけですね、はい、じゃあその実現に向けてぜひ頑張っていただきたい、はい、ありがとうございます。では最後のトークテーマに参りましょうか。続いてはこちらです。自社に集まる人材の正体とは、ということでこちらについても伺ってみたいと思います。こんなことがしたいとか、こういった思いを持っている人がいるとか、こんな学生さんが活躍できるんじゃないかっていうのがあればぜひ教えてください。では鈴木さんいかがですか？もう一つは何かアイデアを出して形にしていきたいという思いがあって、そこにこう自分自身も常に学びながら成長していきたいっていう学生はやっぱり活躍するんではないかなと思います。あとはなんか困っている人とか、困っていることにちゃんと寄り添って解決をしていきたいという人は多分向いている仕事なんじゃないかなと思います、うんうん。おっしゃっていたようにやっぱり専門的な部分だったりとか、はい、センスとか、こういった生まれ持ったものがないとダメなんじゃないかなって思われる学生さんも中にはいるかもしれないですけれども、これってこう入社前から必要な資格だったりとか条件っていうのは何かあるんでしょうか？何もないと思います。何もないですか？はい、よく間違われるのが、はい、デザイン系の学科とか、うんうんうん、美大一つじゃないとダメなんですかと。はいはいはい。実際の社員比率でいうと圧倒的にそっちの方が少ないので、それはあんまり気にされなくても良いのではないかなと思います。ただあえて言うのであれば、先ほど言った私たちはこう志みたいな青臭いワードが大変好きな会社ですので、そういった考え方に共感していただけるかどうかというのはとても大事にしているポイントかなと思います。確かに理念の共感、同じ方向を向いて頑張れる方っていうことですね。松見さんはいかがでしょうか？こんな資質を持った学生さん、こんなタイプだったら活躍できるんじゃないかなというのはありますか？そうですね、やっぱり今後お仕事する上でこういうふうになってみたいって何か一つでもいいので目標をしっかりと掲げられる方はうちで活躍できるのかなって思います。それが私みたいに採用やりたいとかでも全然いいと思うんですよね。そこを叶えるためにじゃあうちのフィールドを使ってどんなところ要素を強くしようっていうところも一緒に考えてくれます。あとは、いらっしゃるメンバーでいうと、もう20代のうちに年収1000万以上は稼ぎたいですとか、そういった目標を掲げている方もいますし、中には独立して社長になりたいとか、そういった考えを持ってる人もいるんですよね、はい、なので何か、入社がゴールではなく入社してからこういう活躍っていうところまでしっかり言える方だと、弊社としてもサポート体制もありますし、じゃあそこに向けてっていうので皆さん一丸となりながらですね、もっとこんなことやってみようとか失敗してもフォローアップしたりっていうところはしてくださる環境なので、向いてるのかなと思いますね、そういったそれぞれの思いがあって
って個性ですとか資質に合わせたアサインがなされる環境っていうのは整っていると言えるんでしょうか。もちろん言えます。これは負けないですね。むしろそれがないようであれば作ろうっていうような会社なんですよね。それこそそれができたのがログナビっていう事業体でもあるので、はい、まだまだやっぱりその10人といるいい部分があればそこに適した事業部を用意したりとかポジションはもっともっと用意したいなと思うので、むしろないなら一緒に作っていきましょうっていう勢いです。ありがとうございます。ではスパークさんも入社前から必要な資格だったり条件っていうのはあるか聞いてもいいですか。まあ、もう全くないですね。もちろん技術職のメンバーであれば若干技術は学んでいてほしいなっていうのはあるんですけど、はい、私たちコンサルタントは技術でマッチングするわけではないので、そこは入っていただいてから抑える程度でいいかなって思ってます。ありがとうございます。ではME グループさんにも聞いてみましょう。どんな学生さんだったら活躍できそうですか。はい、そうですね、一番大事なのは素直さだったり向上心だったり、やっぱ情熱が一番大事だと思ってます。やっぱり、先輩社員からこうアドバイスを受けた時に素直に自分の中に受け入れて、まず行動に移してみるとか、あとはミスしたり出てくると思うんですけど、ミスしたり分かんないことは、はい、隠してこうなんとなくやってしまうと自分のためには絶対ならないので、やっぱそういったところを包み隠さず聞いて吸収できる子っていうのがやっぱり活躍している方で多いです。うん、あとは社長を目指せる環境だったり、はい、役職に上がれる環境を整っているので、やっぱみんな上を目指して頑張ってるって方結構多いんです。熱い方すんごいうち多いので。なのでプライベートも仕事も楽しみながらやってやろうっていう風な方多いので、学生の皆さんもこう仕事だけじゃなくてプライベートも充実させたい方だったり、はい、社長になって自分で会社持ちたいよっていう方はすごい活躍できるかなと思います。そういった思いが大事なわけですね。はい、では入社前に何か資格、条件何かありますか。基本的にはないんですけど、はい、不動産コンサルティングだったら、うん、宅地建物取引、はい、いわゆる宅建というものだったり、ね、住宅インテリアコンサルティングでしたらインテリアアドバイザーという資格があるんですけど、こちら持ってるとかなりいいスタートは切れるかなと思います。なるほど。はい、なんですけど入社してからでも資格取得の支援制度などかなり充実しているので、はい、業務時間中にこうちょっと勉強したりとかっていう応援制度もあるんですね。なので今無理に取らなくても入社してからでも安心して取れるので、はい、大丈夫だと思います。わかりました。はい、ではですね、実際に、まあ、御社で活躍されている社員さん思い出していただいて、こう共通項だったり共通する資質何かあったら教えていただきたいです。ちょっと先ほどの話に通ずるものもあるかもしれないですが、鈴木さんいかがですか。そうですね、はい、3つあるかなと思うんですけども、1つは、まあ、誰かのために何かのためにっていう思いを持っている人です。まあ、自分のためだけじゃなくて、それがまあ自分のためにもなると思うんですけど、世の中にちゃんと役立っていくことをしたいっていう思いを持っている人と、うん、あとは最初からなくてもいいんですけども、ちゃんと自分なりの意思というものを見つけていける人ですね。うん、一人一人がどう社員に対してもどんなキャリアを歩んでいきたいか、どんな人生を歩んでいきたいかっていうのを先輩とかも常に聞いてくれますし、考えていく機会があります。まあ、うちでいう志みたいなのを言葉にしていく機会があるんですよね。でどこかのタイミングで構わないので、自分はこういうことを成し遂げていきたいんだっていう思いが見つかって、そこに邁進できる意思を持てるかどうか、あとは成長意欲だと思います。はい、成長したいというところに関しては、どんどんこう仕事のアサインにしても部署にしても、だったら会社作っちゃえみたいなことにしても、みんながサポートしてくれますし、例えばどっか学校に学びに行きたいんだとかってあれば、じゃあ大学院に行こう、どこに行こうっていうのも会社でお金出すよっていう、そういう支援制度もありますし、なのでうまくパラドックスという会社を使い倒して、で自分の人生誰かのために使っていくっていう、なんかそんな視点で持てる人だと、はい、多分面白い会社なんじゃないかなと思います。素敵な、そういったサポートする体制っていうのも整っているわけですね。では畑田さんはどう感じますか。共通項、はい、そうですね、やはりみんな明るく、こう目の前の仕事っていうよりは基本ちょっと余裕を持って、仕事に取り組んでいられる方が活躍されている方で多いかなと思います。はい、やっぱりME グループはチーム、先ほども何回も言ってるんですけど、チームとか仲間大切にしてるんで、やっぱりどうしてもこうなってしまうと周りで絶対ついてこないんですね。はい、でやっぱり20代からせっかくチームをまとめる仕事ができるので、やっぱりちょっと周りを見ながら余裕を持って
って働いてる方ってすごい活躍してるなと思います。もう社長方とかもすごい仕事中に結構声かけてくれたりとか、イベントとか行ってもなんか畑君元気みたいな感じですぐ声をかけてくれるので、はい、なんかこう すごい視野がもうなんか、うん、頭の後ろにも目ついてるんじゃないかっていうぐらい、もう、はい、僕の上司も社長方も各社で活躍されてる新卒の方 もう視野がすごい広いなと思います。そうなんですね、はい、厚美さんはどう感じますか？そうですね、集まるメンバーでそれこそ活躍している方々の特徴ですと、まあ、さっきポジティブっていうところももちろんお話はさせていただいたんですけど、はい、何かしら、まあ、失敗してでもいいので過去挑戦したことある方々は、会社に入っても日々やっぱり失敗の繰り返しなので、はい、そこにめげずに頑張っていただける活躍できるのかなっていう部分はありますね。やっぱりそういった挑戦心っていうのはすごく重要視されていらっしゃるんですね、うん、そうですね、そこが一番の鍵かなって思ってます。まあ、新しい価値を作っていくイコールも挑戦するっていうところが会社のコンセプトなので、うん、どうしてもやっぱりこういった部分っていうところがあるかないかによっては、うん、まあ、入ってからすごい苦労するような道になってしまいますし、むしろそこに対して、はい、自分もやってみたいなってそれくらい の勢いで、まあ、考えていただける方々だと入っても、うん、まあ、できることが増えてもっとこんなことやってみたいって手も挙げていただけるので、はい、楽しみながらお仕事はしていただけるかなって思います。そうですね、楽しみながら働くってすごく大事なことですよね、はい、ありがとうございます。まあ、今回皆さんにたくさんお話伺いましたけれども、他の企業さんの話を聞いて何か共感したこと、あ、自分とは違うなと感じるポイントなどありましたか？厚美さんいかがですか？そうですね、やっぱりアスパーク結構尖ってる会社だなっていうところはニサさんの話聞いても再認識はしたかなっていう部分ではあります。結構その業態が幅広い分、うん、まあ、何をしたいかなって迷ってしまうような人も多いかなっていう業界なんですけど、西さんとも、まあ、しっかりと企業さん向けにこんなことをやっていきたいとか、あとはもう社長になりたいっていうところもしっかりと抑えながら、うん、まあ、方向性を固めてくださるような会社なので、はい、ここがやっぱり違っててすごくいいなって思いましたね。ありがとうございます。畑田さんは他の西さんの話聞いていかがでした？そうですね、はい、まず私新卒4年目ということもありまだ未熟なので、ちょっとお二方のお話がうまいなっていうふうに思いました。なのでもう本当に今日初めてお会いしたんですけど、いろんなことに挑戦してるよとか、うん、上目指せるよとか、自分やりたいことを上司が推してくれるよっていうのは、そこはここ3社共通点だと思いますし、学生の皆さんには本当にもちろんME グループに来てほしいんですけど、ここにいる3社全部にちゃんと調べていただいて、ちょっとぜひ受けてほしいなというふうに、はい、思いました。本当そうですね、そうですね、自分のやりたいことに挑戦できるってあまりない機会だと思うので、うん、はい、ぜひエントリーいただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、鈴木さんは今回いかがでしたか？途中で出てきた自社の好きなところっていうので、みんな仲間の話をされた、確かに、はい、純粋に共感値が高くてですね、そのやっぱり人と人で仕事をしていくというのが、特にパラドックスはそういう仕事なので、うん、一人一人を大切にしながら、その人の強みを生かし合いながらやれるチームであるということっていうのはとても大事にしているので、なんかそういったことをお二人も大事にされているんだなというのがすごく共感を得ておりました。最近パラドックスももともといろんな人が集まる会社ではあるんですけれども、最近だと海外から来てくださる人もいたりとか、まあ、一緒にじゃあ日本だけじゃなくて海外にも出てこうなんて話があったりとかですね、どん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 多様な人が集まって、私自身も実は聴覚障害で障害者手帳を持ってるんですけども、とにかく多様な人がそれぞれの強みを生かしながらやれるっていう風に会社としてもなっていきたいですし、うん、世の中はそうなっていくといいなと思うので、はい、なんかそんな思いも持ちながら自分自身もやっていきたいなと思いますし、はい、そういう思いがある人がいたら来てくれたら嬉しいなと思ったりしています。ありがとうございます。まだまだ聞きたいところではございますが、そろそろ時間がやってきましたので、こちらで終了とさせていただきます。最後に各社の皆さんから今後のインターンや選考に関する告知をお願いいたします。では厚美さんからどうぞ。現在株式会社アスパークではウェブ Zoom を使用した早期選考会の方を実施させていただいております。説明会兼選考会という内容にはなりますので、今日お話しできなかった各事業部のより詳細をですね、こちらではお伝えできるかなというところで、今日はコンサル事業 と電気自動車、あとはログナビというところをピックアップはしてきたんですけど、14事業やっておりますので、そこどんな働き方なのかちょっと聞いていただくような、前半部分、あとは後半部分で
1分間 PR 皆さんに行っていただくようなものも開催しておりますので、ぜひ説明会だけでも、まあ、全然前半だけでもって聞いてみたい方もいらっしゃいましたら、こちらの方ですね、うちのホームページであったりサイトの方から、まあ、予約はできるので来てみてください。お願いいたします。では畑田さん、お願いいたします。はい、ME グループではちょっと本日、伝えきれなかった、魅力というのが、まだまだたくさんあります。詳しくはインターンシップなどでも紹介していますので、ぜひ画面右下ですね、QR コードから、エントリーいただけたらと思います。一次選考、説明会から社長とお話しできる機会、これだけはME 独自だと考えておりまして、皆さんにとってかけがえのない経験になるかなと思いますので、ぜひME グループのエントリー、インターンシップにエントリーしてみてください、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。続いてパラドックスの鈴木さん、お願いいたします。長時間ありがとうございました。パラドックスではですね、直近で言いますと2つ体験の場を用意しております。セルフブランディングという部分と企業ブランディング。セルフブランディングの方は、まあ、そもそもこう自分って何がしたいんだろうとか、自分のことを内省をしたいっていう方に、もう私たちが持っているブランディングスキルを提供しながらですね、ご自身の未来を考えていく機会提供したいなと。もう一つは企業ブランディングが、そもそも企業ブランディング何やってるのっていうところを体験していただける機会を用意しようと思っていますので、ぜひお気軽に参加いただけたらと思います。でそれ以外にも あまりなんていうんですかね、こういう選考フローじゃなきゃいけないとか、こうじゃなきゃいけないっていうふうに格式張ってる会社でもないので、何か気になることがあったらいつでもお問い合わせいただいて、まあお互いのことを話し合いながらいい機会を作っていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ぜひ番組をご覧になって、アスパーク、ME グループ、パラドックスの3社に興味を持った皆さんは、より深く調べてみたり、選考やインターンなどに参加していただけたらと思います。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして今回お届けした内容のアーカイブ動画は、ワンキャリア公式アプリと YouTube にて公開しておりますので、ぜひご覧ください。ワンキャリア公式 YouTube での公開は3ヶ月の限定となりますので、お見逃しなく。ではまた次のセッションでお会いしましょう。さようなら。